はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、より多くの方にこの動画が届きますように、皆さんご協力よろしくお願いします。はい、皆さん、面会っていかがでございますか。入院患者さんへ、ね、お見舞いで面会ってありますよね。僕が入院してる時はですね、嬉しいことにね、ものすごくたくさんの方々、お客様、お友達であったりね、そういった方々がね、病院に駆けつけてくれたんです。まあ、家族と美容室のオーナーは月に1回以上、まあ、2回はね、来てくれてたんですけども、まあ、そこまでは行きませんけども、まあ、月に1回ぐらい、来てくれたお友達もいましてですね、まあ、それ以外でもね、電話、メールで連絡くれる人もいてました。そしてまあ無事に退院することができまして、そんな今になって、お友達やね、あのお客様からね、こんな声をね、いただくようになったんです。退院おめでとう、面会行かれへんくてごめんなって、ちょっとやっぱ気使うし、ほんまに行って大丈夫なんかなって、ちょっとようわからんくてさって、まあ患者側としたらですね、入院中ってまあ暇なんです、正直なところ。だからね、いつ来ていただいてもね、全然 OK やったんですよ。まあその思いとね、面会に行く側っていう人のね、思いっていうのは、まあどこかすれ違ってしまうもんなんでしょうね。でもね、すごくいい方法があるんです。時間も関係なく、気を使うこともなく、お見舞いができるっていういい方法があるんです。それはね、 SNS なんです。 SNS、Facebook、Mixi、まあ、Instagram、Twitter ね、いろいろありますよね。なんでこんな話をするかというとですね、先日ね、まあ、僕がまだ元気な頃といいますか、まあ、病気する前にね、オーナーによく連れて行ってもらっていたバーがありましてですね、そこのママが、入院することになったんですよ。病名はね、僕と同じ急性骨髄性白血病だったんです。まあ、最近ね、あそこのバー空いてへんなってこう近所で言われてたみたいなんですよ。まあみんな心配してたんです、それ聞いてね、なんで空いてないやろうなーって。まあそこのバーはね、ママとご主人さんの2人で、経営されてたんですけども、まあ、今もされてるんですけどね、あと何人かアルバイトの兄ちゃん姉ちゃんがいまして、でそこのお二人には息子さんがおられます。でその息子さんっていうのは、今は大阪の南の繁華街でバーをオープンして3年になるのかな、それぐらい経つんですけども、まあ、その息子さんとはまだその、ここら辺の近所でね、雇われ店長として、バーでお勤めされていた頃からのお付き合いで、もうなんか友達のような感じでしたね。まあ、年は5、6歳下なんですけど、まあ、近いんでね、まあ、その息子さんからママのことを、まあ、その息子さんが投稿してるインスタグラムのストーリーかな、投稿かな、でまあフォロワーさんに向けてお知らせしてくれてたんです。で息子さんの投稿はね、こんな内容でした。ちょっと読み上げますね。私の経営するお店は6月15日土曜日をもって閉店することになりました。急なことで、直接連絡のできていない方にはこのような形でお知らせになり申し訳ありません。5月21日の火曜日に母が急性骨髄性白血病になり緊急入院をしました。そして木曜日から抗がん剤治療が始まりました。骨髄移植などこれからの母の長い闘病生活を考えたら、僕は母の帰る場所を父と一緒に残そうと思いました。僕のわがままを許してください。
私のお店も3年が経ち、いろいろなお客様に可愛がっていただき、毎日が刺激的で、毎日が勉強で、毎日が楽しい生活でした。お店に来ていただいている方々には本当に申し訳なく謝ることしかできません。このような形で閉店して本当にすいません。6月15日土曜日までは今まで通り営業いたします。父と母のお店は6月21日金曜日よりフルオープンいたします。母はいませんが、今まで通りのお店に少しでもできるように精一杯頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい。お母さんの帰ってくる場所を残そう。素晴らしいですよね。そんな息子さんの投稿を見た僕は、いても立ってもいられなくなって、こんなメッセージをしました。インスタ見させてもらいました。お母さん、これから抗がん剤の副作用が出てきて、辛い日々が続くと思うから励ましてあげてな。俺は友達のインスタやフェイスブックでみんなの近況を見て、確認して楽しんでたよ。だから、お母さんのお店に来てるお客さんで、お母さんとフェイスブックとかインスタでつながってる人がいたら、普通の日常でいいので、できるだけ近況アップしてあげてください。ってお願いしてあげて。病人やけど、抗がん剤の副作用で悩まされてる時以外は痛くも痒くもないねん。気持ちは元気な時の方が多いから、もし面会に行ったら普通のいつも通りの会話をしてあげてね。はい。きっとお客様やね、お友達もどうしたらいいかわからないと思うんです。この動画を見てくれてる人たちの中でね、もしお知り合い、お友達に入院患者さんが、おられる方もね、同じようにどうしたらいいんやろうって考えてると思います。そんな時は SNS でご自身のことを、普通の日常のことをね、投稿してください。入院患者はそれを楽しみにしています。ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、という今日はそんな感じでございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、この僕の動画が、僕のチャンネルがより多くの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。